どうも、ナナピーです。今回はですね、その月曜日に動画をアップすることができなかったんですけれども、探しました。非常に探しました。10店舗くらいですかね、フライング販売を、するですね、お店を、土曜日、日曜日回って、さらにですね、その月曜日仕事が終わった後、コンビニとかですね、その薬局とか、ドラッグストアとか、スーパーとかですね、とにかくいろいろ回ったんですけども、ありませんでした。ということでですね、これはですね、昨日4月25日の販売なんですけれども、26日ですね、今日はね、仕事が終わってですね、やっと手に入れてきました。その名はこちら、手揚げ焼きそば、そば風わさび味ということでですね、そば風味の麺にわさび味ということでですね、なんとなく想像はつくんですけれども、某食べる催涙ガスって言われてるね、某ね、焼きそばのようでないことを期待しながらね、開けてみたいと思います。ですね、袋は2つですね。このネギベース、ネギだけ火薬かな、ネギだけ火薬と、なんかこれおつゆみたいですよね、そばつゆみたいな感じの、ここにわさびが溶けているんでしょう。麺もですね、ちゃんと緑っぽくなってるね、そば風の感じの麺になってます。これでもね、その小麦の使用量はね、ゼロらしいので、本当に技術革新ってすごいなと思いますよね。一応ですね、ペヤングさんの公式見解ではですね、その癖になるような、爽快な味わいとね、いうことで、ちょっとね、不安と期待が入りましております。はい、あ、火薬入れるの忘れた。でもこれ火薬って、うわー、先入れだった。今回は、火薬をですね、入れるの忘れたけど、ね、ギリギリ OK でしょう。多分、こちらのソースですね。わっ、すごい、いきなりわさびの香りがやばい。あ、でもこれ若干とろみがついてますね。やっぱりこうね、ソース的な役割なんで、とろみがついてるんですね。うわっ、すっげえ、これ何これ、あー、これすやばいかもしんないよ。さっきね、もろにこう香りをね、吸い込んだんだけど、すっごいね、これ催涙ガスだね。催涙ガスだよ。あー、すげえくるよ。あー、すげえ、もう目が痛いもん。ではですね、いただきます。あ、すげえ、これ、あ、すげえ、目がいい。味はね、味は大したことないっていうか、味覚に対するわさびの刺激っていうのは大したことないんだけど、口の中に入れるじゃないですか。口の中に入れて、もうほら、食べながら呼吸、息吸うわけじゃないですか。そのね、息に混じってくるね、何このわさびのね、刺激臭っていうのかな、これやばいね。あ、すげえ、辛くはないんだよね。辛くはないんだけど、
なんというか、うん。なんていうかな、与えるダメージがすごいですね。ある意味その香りに特化したあのごく激辛みたいな感じ、まあ印象をね受けました。はい、もうですねあのスーパーとかにね並んでいると思いますので、ぜひですねその、癖になる爽快な熱海の香りを、試してみてください。ではですねあのご視聴ありがとうございました。また見てね。